おはようございます。お弁当今日の一品です。まずは朝ごはん用のお味噌汁、昆布を20センチくらいですかね、1本パキパキ割って、これも具にしていきます。玉ねぎ半分ですね、これをスライスしていきます。まだ寝ぼけていますが、朝の時間は貴重なのでさっさと作っていきたいと思います。玉ねぎはこれをお皿に移して、レンジで2分ほどチンしていきます。こうすると、甘みが全然違うので、試してみてください。次はネギですね。5センチぐらいですかね。これも細かく切っていきます。ネギとレンチンした玉ねぎをお鍋に入れたら、はい、これで沸騰させていきます。はい、これ今日はかつおだしですね。置き弁も作っていきます。コロナウイルスの影響で子供たちがまだ家にいるので、マヨネーズでまずは仕切りを作って、ここに卵を落としていきます。ソーセージも一緒に焼いていきます。アクが出てきたので軽く取り除いて、火を弱火にしてから、お味噌が柔らかくなるまでしばらくつけておきます。お味噌が柔らかくなったら溶いて、沸騰させないように、保温にします。
はい、これでお味噌汁は完成ですね。ソーセージも転がしながら焼き目をつけていきます。マヨネーズで仕切りをするとこんな感じで簡単に切れます。ちょうど油の仕切りでいい感じになりますね。少し季節もあったかいっていうより暑くなってきたので、目玉焼きはちゃんと火を通します。ご飯に目玉焼きもしっかりと裏返して、そして、自分が持っていくおにぎりもこの後準備します。これはお弁当用ですね。鰹節に白だしを少量垂らして混ぜてからご飯の上に敷いていきます。はい、海苔もこの上に敷いて、あとはおかずを乗せていくだけですね。ソーセージに火を通した目玉焼き、そしてトマトですね。はい、冷凍食品のメンチカツ。はい、これでお弁当は完成です。子供たちの分はお皿に乗せて、はい、これからが自分の今日の一品のおにぎりですね。からし明太子を焼いていきます。今日は火を通して いい香りがしてきました。
焼いている間にお皿にもトマトを乗せます。そしておにぎりの準備ですね。お皿にラップをして、これにご飯を入れていきます。ご飯の真ん中に穴を開けたら、先ほどの焼きたらこ、これを握って、軽く塩をしていきます。塩をなじませてから、海苔を巻いていきます。はい、これで完成です。焼きたらこおにぎり完成です。お弁当も完成です。焼きたらこおにぎりお弁当にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。